うん、はい、マリンの好きなとこは？いや、好きなところいっぱいあるんですよね。バールとか行ってちょっとしかなかったら、はい、マジでこの日、この時、この場所で殺す。うん、顔？顔は顔かよ。中身は？いや、あとね、うん、まあ、とにかく優しいんですよ。まあね、うん、すごい支えてくれたりとか、うん、なんか悩んでる時に、うん、悩んでる人をほっとけないというか、うん、え？そんなことないよ。え、本当ですか？ほっといてる？うーん、そんなことないでしょ。確かに。でもまあ相談されたらね、自分からいちいち言ったりそんなにしないよ、うん、うんうんうん。しかも、全肯定じゃないんですよ。え、マリンに否定された？否定っていうよりはなんか、うん、いや、こういうこともあるんじゃないみたいな。なのね。そう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 、うん、すごい優しく諭してくれたりとか、はい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 、なんか別の自分では考え出されなかった答えをくれたりとか、うんうん、そういうところがすごい素敵だなって思うし、うん、なん、いいこと言うやんお前え、でもめちゃ意識してる。なんか自分がさ、うん、やっぱりさ、人とかキャラクターとかからさ、うん、作品とかから得たいのって基本的に別の視点を得たいわけ。だから別の視点の話を聞くと、うん、あ、そういう見方もあるかとか思えるから、なるべく別視点からものを言うようにしてんしよ。さすが、分かってくれたか、タガネル。だからあと、その相談したものに対して、うん、なんか振り返りをくれるというか、これ相談してもらったやつだけど、うん、こうだったねとかって言ってくれるから、その次に生かしやすいというか、うん、で、何、めちゃめちゃ真面目な、なんか会議室、ここ会議室か営業企画の話。なんかそれがすごい嬉しいですね。なんか話が真面目すぎてすごいよ。だって周りの好きなところとか、可愛くてとかそういうのじゃなくて、あ、ごめんなさい、面白くて可愛くてとかじゃなくてさ、エロいところですねエロいところが好きなのエロいところが好きかな。したいの、エロいこと。エロいことは別にしたくないんですけど。何よ、あの、ちょっとタガネルのチャンネルだからぶっ放すかいや、ぶっ放すんじゃねえよ何がぶっ放すんだ、何ぶっ放すんだよ何ぶっ放そうかな。ボタンぶっ放すってこと。はい、いいっすよ、何でもしていいですよ何でもしてあげます。インキャプテン、ホーショーマリン、アイムホーショーマリン、イエーイ、イエーイ、 Thank you!